リムガゼルは、ウシカガゼル属に分類される、グルテルイ。アルジェリア、エジプト、スーダン、チャド中部、ニジェール、マリ共和国、リビア体長100から110センチメートル。お腹15から20センチメートル。肩高65から72センチメートル。体重20から35キログラム。背面の毛衣は、炭鉱褐色や、紅白色。 目から鼻孔にかけて、淡褐色の反紋が入る。鼻の背面は、淡褐色。側面は、紅白色。下部は淡ばい黄色。体側面や大体部に淡褐色の帯模様が入る。伝部の白色部は腰に達しない。死友ともに、横から見ると暗極が弱いアルファベットの S 字状の細長い角がある。角長を酢30から41センチメートル。 メス20から28センチメートル。角の断面は細長い卵型で、角の表面には20から25個の節がある。主ひずめは細長く、側ひずめは短く幅広い。公式ブーチ側に終戦がある。出産直後の幼獣は、体重1.8から2キログラム。砂漠に生息する。ペアもしくは1頭のオスと、数頭のメスと、幼獣からなる。 家族群を形成して生活する。食生は植物食で草や木の葉を食べる。水をほとんど飲まなくても生存が可能で必要な水分は炉や食物から摂取する。繁殖形態は耐性。妊娠期間は156から169日。1回に1頭の幼獣を産む。オスは生後10ヶ月半で生成熟する。干抜や乱獲などにより 生息数は激減している。ニジェールでの1980年代における生息数は1000頭と推定されている。ありがとうございます。